それではこれまでの精鋭的な取り組みである菜の花サミット愛せばの2つの報告意見交換を経て、今後小山市ひいては全国において持続可能な社会を実現していくための動機づけとなる新しい潮流について報告提言をしていただきましょう。まずは今小山市で行おうとしている田園環境都市のまちづくりの一環として、今年から始めている地域における風土と人々の暮らしの聞き取りについて、有限責任事業組合風景社の広瀬俊介様、美濃田理香様から報告をいただきます。広瀬様、美濃田様、よろしくお願いいたします。じゃあすいません、大変お待たせしました。コンピューターつながりましたので、これから風景社の広瀬と美濃田の、発表を始めたいと思います。ではタイトルは、風土調査から始める持続可能な町づくり、名前地区を例としてと題してます。それで、この内容なんですけれども、お手元の冊子の57ページの、レジュメと同じ、構成で作ってます。ですので、こちらの見出しと同じ目次立てで、お話をしてまいります。まずこの初めになんですけれども、この発表では、聞き慣れない言葉かもしれませんが、おそらく皆さんが活動されている内容にかなり通じる、あるいはそのものかもわからないんですけれども、私たち風土調査と呼んでいる地域を調べる方法、これに関する考え方と方法を、名前地区で今進めてます、調査を例として紹介します。でこの風土調査っていうものは、持続可能な地域づくり、町づくりに行政と市民が共同で取り組む際に予定立つ基盤となると考えてます。でその風土に関してなんですけれども、いろんな方がいろんな定義をされてますが、有名なところで和辻哲郎という哲学者が風土という本を書いてます。でその流れを組みながら、神道の学者の宗教学者の園田実先生が、風土は地域の自然に人が暮らしとなりわいを通して働きかけることで形作られる、人が生きる環境のことを言うというふうに明快に整理されていると思います。でそれはここに下に書きましたけども、言ってみれば人々が生きる身近な世界、これも別の哲学の言い方で生活世界っていうんですが、哲学っていうと難しくお感じになるかもしれませんが、本当に私たちが生きている世界、私たちが生きることで作っている世界、そういうふうに捉えていただくといいんじゃないかなと思います。でこの風土の調査なんですけれども、地域に暮らす方々と一緒に風土の成り立ちを調べることというふうに整理しています。で風土調査の方法は一般的な地域研究と同じく、調査っていうのはその場所を何度も何度も訪ねて歩くことです。それから文献調査、調べ物をします。それとそこに暮らす方々や関係する方々に聞き取りをしたりとか、アンケート調査、質問調査を行ったり、こういうことを組み合わせて、しています。では名前地区で進める風土調査に関して、まず私広瀬の方から主にその調査と文献調査から分かったことをお伝えしていきます。まずこちらの図なんですけれども、左側が、栃木県の地形図になります。地域の調査の基本はまずその、自然環境の歴史をたどり、そこでこう後から発生する人間の歴史をたどり、自然と人間の関係を照らし合わせながら見ていくことで風土の成り立ちが分かるというふうに考えています。で栃木県はその北とそれから東西と山々に囲まれて、真ん中が広い平地部になっています。でその一番南端に小山市があります。でその小山市は、10の地区からできています。でそのうち名前地区というのは小山市の南西部に位置していまして、渡良瀬遊水地に、接しています。でこの地形なんですけど、今私たちが今いるところは台地の上でして、台地のところに少し淡い、黄色っぽい色の面を乗せてみてます。そうすると真ん中が台地で、両脇がそれぞれ左側が思い川、で右側が鬼怒川が作った低地からできていることがわかります。
で、その地形を利用してなんですけども、今日何度かこの小山市が交通の要衝というふうにこう、語られてますけども、実はこれは古代からそうです。というのはこう真ん中に台地、宝木台地って言って宇都宮からもっと北まで繋がってる台地がありまして、この台地の上を道路として、特にこの遠くを繋ぐ道路ですね、としてこう利用してきてます。で、これは近世のまあ道路、街道になりますが、日光主道中と途中から小山市内で日光西街道に分かれる。から近隣に霊平市街道というものが通っていたりします。台地の上に道路が通されました。で、それはもうちょっと引いてこういう図を見ると、まあ、お分かりいただきやすいかと思いますが、古来からの道が、例えば、都からこちら東国を結ぶ、東山道という道が通っていたり、から今度は鎌倉中世ですね。鎌倉幕府から、三つ鎌倉街道と呼ばれる道が通された真ん中中津道が、現在のその、まあ、日光街道、国道4号に、なっていると。で、白いところは川が作った低地で、まあ言ってみれば昔は水がびしゃびしゃです。そこを苦労して水田地帯に変えてきてるわけですけども、その真ん中にあるこの、比較的長い、大きな台地の上に、この、重要な街道が通されてきて今に至っているということがわかります。で、市の西南部の、名前地区は水郷地帯というふうな書かれ方も、地域の教育委員、小山市の教育委員会の書いた自然と社会という本の中では表現されています。で、それからもう一つ、その台地が真ん中にあって、その上をこう、主要な街道が通されてきましたけれども、台地を挟む東西の低地にそれぞれ川が流れているわけでして、その川は、今度はその川を使った流通経路として非常に重視されてきています。この、地図上の白い丸というのは、河岸です。川の港です。で、こちらが鬼怒川、で、こちらが、思い川となります。たくさんの河岸が作られてきていまして、交通路に利用されてきてました。で、その中で名前地区の特性を見ていくときに、重要だなと一つ思ったことが、やっぱり川の地形の変化、川の勾配の変化なんですけれども、名前地区のところにアジト河岸、それから向かい側に乙女河岸、今のママダ地区なんですけれども、その河岸があります。で、このあたりから川が急に勾配をこう、急にしてきます。ですので、大きな荷物は、こちらの下の高瀬船を使って、この乙女、アジトまで運び、そこから上は、今度は急に勾配が変わるので、平らな底の高瀬船、ベガ船を使って、それで荷物を積み替える中継地点として、この名前地区、それからママダ地区が、発展した歴史を持っているということです。そして、名前地区は、まず名前、明治に入って名前村という村になりますが、6つの小さな村が合併して、できています。これはその明治地区の下名前という地区の写真を、集落の写真が見つかりました。獅子に乗っていたものなんですけれども、桑の葉を運び下ろしていたとのことです。で、これは明治に入ってから、汽船が今度ここまで、名前地区まで東京、江戸から、東京から来るようになりまして、で、ただしそれが鉄道が開通するに従って、今度衰退していく原因になったということです。で、これは今度、やはり同じ明治期の、最初の小学校で、不相館っていう名前、桑の名前がついてます。で、現在の名前小、下名前小学校の前身にあたります。で、この頃は、こちら、いろいろこう、周囲のその農村地帯であり、それから川があって漁業もでき、内水面漁業ができ、流通があり、ということを活かした商いもたくさん行われてたので、様々な産業が組み合わさりながら、この地区を、まあ、振興していたと。いうことです。で、その、土地の利用の仕方の基本としては、こちらが国土交通省が作る、左側が治水地形分類図と言いますけれども、まあ、川がまず、洪水を繰り返しながら、土砂をこう平らにならして平地ってものが大きくができます。ただ、その平らにならすと言いながら、その平らにならすにしてもこう程度がありまして、川の脇に大抵細長く少し周りより高くなった土地を作ります。これは自然に堤防状の土地ができるんで、自然堤防というふうに地形学的には言います。この自然堤防状に集落が乗っていますので、今度右の空中写真をご覧いただきますと、細長く集落が伸びています。これは周りより高いところに人が住んで、周りより低いところで田んぼをやってきたというような。で、洪水に対しては、うまくその周りにこう、できている湿地を使ったりとか、堤防をつなぎながらもどこかで切って水を逃がして遊水場に使ったり、白鳥という地区に関しては、堤防で囲んで輪中堤状にしたりとか、そのようにしながら、うまく川が、洪水を起こすことと付き合いながら、この土地の利を、生かしてきたということが分かってきてます。
で、その中で、まあ、例えば、こう、機器をうまく使いながら、北西からの、冬場の風に対応して屋敷林を作っていたりとか、からその同じく北西方向に川べりにも木々を植えながら、水が溢れた時に、今度その水が、石や大きな石とか岩とか、それから流木なんかを集落にこう運び込んで、どかすのが大変にならないように、それを越し取るような意味合いで水防林を作っていたりとか、そんなことも今度は現地の風景から読み取れてきます。それからあとは水塚あるいは水塚っていうんですけども、最初からこう盛り土をして、でその上に備蓄するものとか、あるいはその短い期間避難できるようにした、そういう逃げ場となる建物を作っていたりとか、そのようなことも伺います。右の写真は集落が乗っかる細長い大きな自然堤防の脇にできた独立した小さな自然堤防上に個人のお宅が乗せて作られている例になります。それからあとは、そういうふうにこう、木々をうまく、気候とか、それからその水害に対応しながら、人が使いながら、そうやってこう、集落の中に小さな風よけを伴った、空間ができていく、環境ができていく。その中に、例えば私たちの調査中に、水生シダ類で希少になってきている、水わらび、また最近の研究では姫水わらびって分類するという説も出てきているんですが、東京では絶滅してしまったり、神奈川、埼玉、茨城ではレッドリストに載っているようなものが、農薬の使用量が減っていることが原因じゃないかと考えられているんですけども、割とこう、まとまって生育していることが確認されたりしてますので、こういうその生き物の、まあ、生息空間としても、人が作ってきた集落やその周辺の農地ってものが生きているってことが確認できてます。まあ、これをどう生かしていくかっていうことだと思います。それから、あとは、水神宮というものが各集落に祀られています。で、その水神宮に関しては、例えばこの右側、白鳥、集落の漁具になります。漁をするのに使った道具なんですけども、いくつかあります。うなぎや鯉や船を取ってます。で、水神宮というのは、一つにはこの水神の指す方向が堤防の切れた場所なんかにこう、まあ、向いていて、まず、水害をこう、収めてもらえるように祈るという意味があったり、からもう一つは水神宮の祭りは、大杉様と呼ばれたっていうその集落の記録もあるんですけど、この大杉様というのは船頭の神様です。流通の、まあ、ための、流通の安全を司る。で、一番下に書いたのは、魚取りの守護神はほとんど水神であるという、これも地域の郷土史からの引用になるんですけども、いろんな意味合いで、この水の神様が祀られたってことが確認できてきてます。はい。それでは、これまで見てきたような、歴史や地形や、それから自然環境、その中で営まれている生井地区の皆さんの暮らしぶりや、それから意識、そういったものをできるだけ丁寧に描き出していくために、7月から9月にかけて、聞き取り調査とアンケート調査を行いました。で、まずグループインタビューという形で聞き取り調査を行い、世代ごと、それから農業従事者の方、4グループに分けて、5、6名ずつお集まりいただいて、座談会形式で聞き取りを行いました。で、そこで存分に語っていただいたことをもとにして、アンケート調査の設問や、それから選択肢を考えるというふうな手法を取りました。で、アンケート調査の方は7割の回収率で、404名の方の回答をいただいています。で、どのような質問をしたかと言いますと、ちょっと、かいつまんで、お話しますと、まあ、生井地区で今、困りごと、将来世代に残さないで解消したい困りごとは何ですかという問いですとか、大切に守っていって将来世代に渡したい地域の宝は何ですかという質問とかですね、遊水地に隣接していることでのメリット、デメリット、そういうこともお聞きしています。で、その中で特にちょっと3つのことをご紹介したいと思うんですけれども、地域の中での困りごと、とか、大切にしたいことは、こういうふうにこう、グラフ化していきながら読み解きを進めていきました。で、それから、アンケート調査の方では、一番最後に、これはですね、なかなかこういう質問は、地域の調査ではないと思うんですけど、生井地区に暮らしている方たちへ、小山市内の都市部に暮らしている方たちへの希望、あるいは伝えたいメッセージがあったら、自由記述でお書きください。そのような質問を設けました。で、なくしたい、解消したいこと、大切にしたいこと、それから最後の自由記述、それを回答をですね、ある程度類型化しながら、ざっくりとまとめたのがこの表になります。やはり水害に対する不安というのは非常に大きくて、次に、
農業、それから自治会、自治会活動、消防団、それから祭り、そういったところでの担い手不足はやっぱり年々深刻になってきています。で、守りたいものとしては、やはり遊水地の自然やコウノトリ、それから農業と農業が作る田園環境、景観、そういったものが挙げられて、で、さらに都市部の方へ伝えたいものとしては、そういったものを分かち合いたい、共有したい、その良さを築いてほしい、そういう声が、多く見られました。で、今言ったようなことをですね、持続可能な社会づくり、地域社会経営を阻害するものと、それからその持続性を伸ばしていく可能性の芽となるもの、そういう視点で見てみたいと思います。やはりどうしても担い手不足ということになってくると思うんですけれども、左側のなくしたいところに、昔からの慣習や地域の寄り合いがあります。で、同じようなことが真ん中の守りたいというところにも上がってきています。で、これはなくしたいというふうに考えている方たちは、やっぱり子育て世代で仕事に家庭にとても忙しくて、遅延、そういったものの中ではない独自のコミュニティをそれぞれ持っている方たちにとってちょっと負担になってきていると。その一方で年長者の方たちは、やはり地域の中での伝承の場として、そういう寄り合いを大切にしていきたいと。で、そういう属性による差が出てくるところは、これからもうちょっと丁寧に、細やかに、紐解いていく必要があると思っています。で、守りたいもの、先ほども言いましたように、その自然環境、それから農業と農業が作る素晴らしい景観、そういったものを守りたいとしつつ、それを都市部の方たちへも伝えたい、分かち合いたい、そういったところが、これからの持続性を考えていくときの可能性の芽になるのではないかな、というふうに思っています。で、その都市部の方へのメッセージなんですけど、ちょっと少しだけこういうふうに紹介します。名前のグリーンパワーを浴びに来てほしいという声とかですね、余っている農地で一緒に農業してみませんかとか、そういう声があります。で、菜の花プロジェクト、それから愛せばの取り組み、そういったものにも通じるような、気がして今日お話を聞いていたんですが、最後にですね、メッセージ一つ紹介します。私は農家ではありませんが、農家の皆さんの農作物、農家の皆さんの存在や作る農作物も国の大切な財産だと思っているので、同じ小山の市民としてそのことを大切に思ってくだされば幸いだと思います。こういう記述もありました。はい、で、田園環境都市小山の街づくりというのをこれから進めていくにあたって、今小山市では持続可能な街づくり、それから田園部と都市部の調和という言葉で表現されています。それはつまり田園部と都市部の調和によって持続可能性がもたらされる街づくりというふうにも解釈できるのかと思います。それでは都市部と田園部の調和ということを先ほど述べたようなことから考えてみたいと思います。で、その調和というふうに考えたときに、ちょっとネガティブな方から、持続可能性を阻害する要因として上がってきたようなことと、それから可能性を伸ばしていける目ではないかというふうに思ってきたこと、そういったものをちょっと俯瞰しながら考えてみたときに、やはり田園部にあって都市部にないもの、都市部が困っていて田園部にあるもの、そういったものをもう一度見直しながら、その2社のエリアの関係性をもう一度小山地域の中で結び直していく。で、そこで住んでいる方の暮らしと暮らし、なりわいとなりわい、それからもちろんあらゆる産業、そういったものも含めて支え合い、補い合う関係性を結び直していく、そういった方策を考えていくというのが一つの方向性になるのではないかなというふうに思います。それから最後にですね、それに関連しまして、哲学者で、共同体に関する、現代の共同体に関する言及も多い内山高橋さんの言葉を二つ紹介します。今日の基調講演でお話しいただいた古澤先生のお話の後半の部分にも通じるのではないかなと思います。まず、多層的共同体という言葉です。かつての日本にあった共同体は一つの組織ではなく、小さないろいろな結びつきが積み上がって、全体的な結びつきができていたと。その形を多層的共同体と呼び、新しい技術や方法を導入しながら多層的共同体へと伝統回帰していくことを内山先生は提唱されています。また、そのようないろいろな結びつきや関係性が積み上がったものを風土と呼ぶならば、地域の自立、地域主権ということを考える際に、主権は風土の中にこそあるとそのような捉え方をしたいと述べられています。結び直すこと、それから関係性を築き直すこと、関わり合いを新たに作り出すこと、そのような展望を持ちながら風土調査を進めていきたいと考えています。じゃあ
終わりになりますけれども、このようにそのデータと、それからデータをもとにした、関係者、住民の方々の納得と、これらを基礎に、しっかりとした民主的な合意形成が行われていくように、この田園環境都市が、目指していけたらということを、今、名前地区の調査を、進めさせてもらってますけど、まずそこから、まみないやり方を、探していきたいというふうに考えております。以上で私たちの報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。広瀬様、美濃田様、ありがとうございました。続きまして、労働者協同組合の法制化を実現した一般社団法人日本社会連帯機構代表理事の長戸雄三様に、これからの時代における行政と市民、民間の協働についてご提言をいただきます。長戸様、よろしくお願いいたします。パワフルじゃありません。皆さん、非常にいいパワーポイントをずっと、映像を出されて、よく理解できたと思うんですが、私、パワーポイント全くありません。私の話と、パンフレットの、何ページですかね。60ページですね。60ページか。こちらは取り出させていただきます。これ何ページですか ?60 ページ。60ページですね。こちらの PDF を投影させていただきます。はい。労働者協同組合法っていうものができて、私たち自身の努力と、国会議員の先生方に、非常によく頑張っていただいたことと、とりわけ、衆議院の法制局の皆さんにも、非常にお世話になりました。で、実は後ろに、案内のところに、資料をいっぱい置いてるんですけども、これは衆議院の法制局が解説をこの法律についてしたものです。から関連する、いろんな資料が案内のところにございますので、ぜひ目を通していただいたらありがたいと思います。実は私自身は、労働運動をやる中で、労働ということに、強くこだわってまいりました。で、なぜ労働者が地域に必要な、人々の生活に必要な仕事を起こして、それを市民事業として労働者のままで継続しちゃいけないのかと、いう壁にぶつかって、今度の法律を作っていただくということになりました。昨年の12月4日、会期末、あと1日残すところで、全党全会派の一致で成立をいたしました。その時推進していただいた議員連盟の共同代表の一人が今日、篠原先生。先生、ちょっと立ってください。で、篠原先生が共同代表の一人で頑張っていただきました。から法律ができて、来年の10月1日に施行ということが厚生労働省から示されて、今、労協を作る議連から、共同労働を推進する、全国的に推進する議員連盟ということで、引き続き、篠原先生が共同代表の一人で、もう一人が、厚生労働大臣やられた田村憲久さんが、厚生労働大臣辞められましたから、共同代表の一人になった、なってまたやっていただくって。で、松谷先生、功労者の最大の人なんですが、今回、公明党の事情で議員を降りられましたので、その在野からまた頑張りますという話になっております。この労働者協同組合法で労働にこだわってきたっていう話と、今日の二部三部のその話って重いですよね、すごく。で、重いのだけども、なんかホッとするような二部の取り組み。で、私自身はこの菜の花サミットの代表の藤井綾子さんともう10年以上ですよね。私最初藤井綾子さんに会った時怖い人だなと思ったんです。で、あんまり近づきたくないなと思ってたんですが、ずるずると。
で、7サミットもやれとか言われたり、いろいろして、まあ今日もこんな風にして立ってるんですが、そんな事情で、立たせていただいております。で、先ほどの3部の、この報告された各行政の方々の全てのところに労働者協同組合が仕事をさせていただいております。で、佐渡では、多分、新潟の高齢者協同組合が、介護福祉の仕事をやってお世話になっておりますし、大崎市では先日も大崎市の市長にお会いして、老朽法についての各部の課長さんクラス以上の学習会をちょっとやってほしいっていうことをお願いして快諾をいただきました。で、まあ一番古くは、豊岡市で10年以上、森林のもう私たち全くの手探りだったんですけれども、森林組合にも協力を得ながら、山のその開発と保全ということを取り組ませていただいて、今、森を使った新しい保育の試みをやらせてほしいということでお願いもしているっていうようなことで、多分、今日ご報告になった自治体では ほぼ、まあ、法律が施行になる前から、労働者協同組合ということについて、まあ、格段の配慮をしていただいてきたということであります。で、ただ今日聞いておってですね、例えばこういうコウノトリの取り組みについてということで、報告されたりしたときに、行政、事業者、農業者、市民って挙げられますよね。当然そこにはほとんど労働者っていう言葉はないんです。なんでかなっていうのは、これはもうずっと前からの私自身の悩みだったわけですけれども、労働者っていうのは結局は、戦後労働法制ができて、労働者っていうのは雇われる人だ。で、雇われる人っていうのは、法律上は従属労働者なんだと。で、使用者に対して従属労働者は弱い立場だから、保護しなきゃいけないっていうので、労働法制が労働保護法制と言われてる理由なんですよね。だから、8時間以上働かしちゃいかんよっていうのは使用者に言ってるんですよね。で、労働者の側は弱いから団結権や総意権やを認めますよということになってる。したがって、労働者という概念っていうのは全て雇用労働者、従属労働者のことを言う。で、この法律を作るときに一番難しかったのはそこなんです。民主党政権ができる前に、138人だったと思うんですけれども、国会議員の超党派の議連ができて、自民党から共産党まで全部が並んで副代表になっていただいて、公明党の坂口力先生に会長をやっていただいた。これはなぜかというと、坂口先生が厚生労働大臣の時に必要な法律だと思う答弁されて、しかし2年経っても3年経っても何も動いてくれないじゃないかっていうので、まあお願いをしたということであります。で、その時に言われたのは、法務大臣もやられた自民党の先生が、お前たちはいいとこ取りしようとしてる。結局法的に言うと、お前たちのやろうとしてることで労働者と言ってるのは個人事業主だというふうに言われたんです。で、個人事業主と言われたらもう我々も食っていけないから、働けないことになると。まあ、ここが一番重要なとこだったわけであります。60ページの下の段のこの法律の第一章を見ていただけますか。目的というのが第一条です。この法律は各人が生活との調和を保ちつつ、その意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して、組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする。組織に関し、設立管理その他、必要な事項を定めることなどにより、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会への実現に資することを目的とする。結局多様な就労を創出するということ、から地域の持続と活力に資するということを事業を通じてやる。
で、これを本質的に言うと、そこで働く労働者である市民が、ないしは働く労働者である組合員が、この労働者協同組合法を使ってこういう目的を達成するための法律なんですよということを言ってるんですね。で、共同労働というのはこの法律に従って言えば、自らが出資すること、自分の意見をちゃんと言って、それを反映した運営や経営がやれるようにすること、で、自分がそこで働くということが共同労働だということに突き詰めて言えば、この法律は言ってるということであります。で、この法律が実は派遣業法以外は全てやれる事業がやれるっていう法律になっています。この事業領域が全てにわたるっていう日本にかつて協同組合の法律はございません。で、なぜ派遣業法がやれないのかっていうのは、派遣業はその労働者の意思を反映した経営なんてありません。まあ、そんなような意味で、この法律とは理念が違うっていうことから、法制局が派遣業は除くということを決めたということであります。で、この議論の過程で、まあ、面白いことがいろいろあったんですけども、先ほど言いましたように、労働法制から言うと、今の労働法制で言うと、従属労働者たる労働者は、雇用労働者は弱い立場だ。だ弱い立場だからこういう保護法制が必要なんだっていうことですと。ところで、今あなた方が言ってるこの労働者協同組合法を作ろうとすると、あなた方は労働契約も自分たちで作るでしょう。使用者たる理事長や理事も自分たちが選ぶじゃないですか。そうすると、あなた方は強い労働者と言われたらどう答えますかっていう質問もされて、私唖然として何も答えられなかったんですけども、社会通念上でいう雇われて働いてる人のことだけを労働者と言うという概念が、やっぱりこの法律によって少し破られたように私自身は思っております。つまり、労働というものをもっと広い概念として、誰にでも備わっている労働の力を地域まちづくりや多様な仕事を生み出すために自分自身でやるんだよということが定まった法律だ。今各地で部長課長クラスないしは全職員の共同労働の協同組合法、労働者協同組合法についての行政のところでの学習会が開かれております。で、行政の側で言われるのは、この主管は都道府県がやるっていうことになってるんですね。ただ実際の舞台は市町村になるわけですね。そうすると、どこの部局が対応したらいいのかっていう話になります。で、雇用労働のとこは商工労働部とか従来の枠組みで行けるんです。ところが、すでに言ってるように私たちも農業もやってます。森林もやってます。それから指定管理の仕事もしてます。子育てもやってます。給食もやってます。いうことになると、じゃあ労働者協同組合というものに対する対応はどこの部局でやったらいいのかっていう話になる。つまりは、これまではやっぱりどうしても行政は私縦割りになってきたと思います。今縦割りでは農業だって成り立たなくなりつつあるじゃないですか。他の労働力を入れないと農業すらが成り立たない。で、様々な地域の要望を実現しようと思ったときに、どういう力を合わせれば実現可能なのかっていうことに新しい道を開かねばいけない。そうなったときに、私は今までの行政と市民との関係ではない労協法を利用するとすれば、違う関係が登場してくるっていうふうに思っております。共同労働という概念は、私これ手に取ってぜひ読んでほしいんですけど、これは衆議院の法制局が労働者協同組合法を労働者協同組合の資料にするために作ってくれたものです。この中で明確に労働者協同組合法は共同労働の協同組合法だと
共同労働の法律だというふうに断定してるんです。日本で共同労働という概念がそのように国の機関からきちんと言われるっていうのは私たちは30年も言ってきたんですけども、初めてのことなんです。そうすると、共同労働という概念があるとすると、このことだったらやっぱり共同労働でやった方がいいんじゃないの？私まさしく、子育ての分野だとか、今、子供食堂が盛んに広がってるじゃないですか。あれだって共同労働の私は産物だと思うんです。今までだと、何か普通の人が仕事をしようと思うと個人事業主でやるか、どっかに雇われるかしかないんです。とは自分たちで出資し合って、自分たちで事業体を作って、自分たちでこのことを解決しようよっていうふうに、共同が生きてくるっていうことになる。そうすると、構図的に言うと、コミュニティ地域がある。コミュニティ地域は絶対に市民の共同を必要としてるんです。じゃあコミュニティ地域と共同を結ぶものは何かって言ったら共同労働の労働力なんですよね。共同労働というものが本当のコミュニティ地域と共同を生きて結びつけるのが共同労働だというふうになる。で、この法律によるとこの共同労働は多様な必要とされている仕事を生み出しなさいよと。地域の活力のために資する事業をその多様な仕事を使ってやれよというふうになっていて、その主体は自ら出資をして、自らの意見を反映した運営経営をやって、そこで自分も働くんだというところでやるんだよということになってくると、そこに私は生まれてくるのはこの労働は共同労働ということと同時にコミュニティ労働になるんだと。で、このコミュニティ労働が明らかにコモンというものを生み出していく力になっていくんではないかっていうのが今思っているところであります。つまり、コミュニティ労働は地域連帯、社会連帯ということがなければ絶対に成立をしない労働のあり方だというふうに私自身は思っております。つまり、地域を本当に創造する。自分のためにも、あなたのためにも、この地域をもっと自分が依拠できる地域にするためにもこういうことをやろうよと言ったら、その人たちがそれを作り出していく。それを行政も支えるというような関係ができると、そもそも行政っていうのは市民が支えているもののはずだし、行政は市民の生活と市民の未来が良くなるために存在しているもののはずだと思うんですね。じゃあそれをどういう形で有効にこれ以降組織するかというときに、この共同労働の共同組合法が有効に働く。同時にこの篠原先生がですね、私たちが要請に行くと必ず先生おっしゃるのは、こういう形は本来日本では農村地域やなんかで昔からあったんだと。みんな支え合ってやってきてたんだと。で、そういうものがこういう形で法律になったんだから、これ以降、もっと本当に豊かな社会づくりができるっていうことを篠原先生は盛んに私たちに、まあ、教えていただくっていうかよく示唆していただきます。私も本当にそうだと思ってます。私は親が神戸で羽振りのいい薬局をやってました。何が羽振りが良かったかというと、神戸って港がありますよね。港の船って12月の29日以前に全部出ていくんですよね、商船は。で、出ていくときには法律で、こういう薬をちゃんと積まなきゃいけないって法律で決まってるんです。そこにペーパー一枚でどんどん処理が、それは儲かりますよね。そういう悪いことは続かないわけで戦争で焼かれて、京都の丹後に行きました。で、そこで私、6人兄弟で抜歯で、22年生まれです。で、いよいよ段階の世代で来年から私も75超えます。で、私のやっぱり、なんかこう、思想みたいなのが形成してきたのは田舎のずっとよそ者なんです。でも子供の世界では私ボスだったんです。ボスだけども失業するんですよ。農繁休暇がありますよね。私たちの頃は。種、田植えの時期、3、4日。
稲刈りの時期3、4日。で、この子供はね、駆り出されて、ものすごい忙しく働くわけですよ。本当は嫌だったくせに、俺の前に来た時にものすごく楽しげに喋るわけ。これはもうおぼた餅が食えてよかっただとかなんだとか。で、私はその3、4日間というのは本当に失業しちゃうんです。で、疎開者ってね、手伝ってくれって言われないんですよ。で、親も行けとも言わない。で、俺は何してたらいいんだって言って親に言うと、親は勉強しとったらええんやと。こんな時ね、全然勉強なんか気合入らないんです。本当に。で、今ね、やっぱり私、農業でみんながやってる頃に公共事業が入り始めるんですよね。そうすると砂をこう運んで行ったり、公共事業の働き手になった農家の人たちのことを、大きな農家はそんなとこ行かないわけですよね。その時にどう言ってるかっていうと、稼ぎに行ってるって言うんですよ。稼ぎに行ってる。日雇いで稼ぎに行ってるって言うんですよね。つまり、それは生業じゃないわけですよ。自分たちの生業は農業で稼ぎに行ってる。で、雇われに行ってるとも言うんです。雇われで行ってる。やっぱり雇われで行ってるってのは、ちょっと蔑視した言い方なんですよね。で、そもそも、戦後、労働法制ができた。雇用労働者が、雇用労働者して、高度成長の時はあんまり思わなかった。だんだん今日のようになってくると、自分たちは何かっていうと、従属労働者だということになると、それだけでいいんだろうか。保育の労働も全部民営化された。ほとんどの人は民営化された保育に行きませんでした。公務員の職を守りました。でもこれからは、地域がもっとみんなの創造性豊かな労働によって作られていくとなったら、そういう労働だったら自分もやってみようということが、私、役所の中の人たちだって民間に出てやってみようというのが、共同労働があったら可能かもしれないっていうぐらい思っております。そういう流れの中で、ダイナミックな地域市民と行政の関係が新しいページを開くことを、この共同労働の法制化で、私自身も自分なりに期待しております。で、74も過ぎるとですね、ああ、もういよいよ俺も労働の時間が終わりかなと思うんですけれども、今日も藤井綾子さん全世界を的にしていろいろやってきたということをおっしゃって元気ですから、私も藤井綾子さんにあやかってもう少し頑張りたいと思います。以上であります。ありがとうございました。永田様、ありがとうございました。今、長門様のお話から、行政と市民の共同というお話をいただきまして、私、本日、司会ということで、ご挨拶申し上げたときに、サクッと大山という、チームのメンバーというふうに申し上げましたが、実はこのサクッと大山はですね、ちょうど1年前ですかね、市の方から、大山の魅力を発信する市民で、女性だけのチームを作りますという、確かホームページで拝見したんだと記憶してますが、それを見て、私は、参加をしております。今、だいたい22名程度の、本当に大山市で様々なキャリアを持つ女性ですね。一番若い方で大学生がいらっしゃるんですけれども、から、私はかなり年長の方ではございますが、22名のメンバーで、活動をしてます。まだ1年未満なんですけれども、なかなかですね、ちょっとコロナ禍ということもあり、活動ができない中、小山市で暮らす様々な女性のライフスタイルは私も含めてですけれども、みんながよりよく街づくりをしていきたいというふうな思いで、いろんなキャリアの持つ女性で今発足をしてます。で、一応1月程度にですね、ホームページを今立ち上げる予定で進んでるんですが、今その先ほど申し上げた大学生のメンバーが、サクッと大山というアカウントでインスタグラムを開設して、様々な大山の情報を発信しております。
まだフォロワーが200名程度しかおりませんので、私たちの方では、やはりこういうふうに、市民一人として、で私は、小学3年生の息子がいるんですけれども、まあ、私は母として、自分が市を、何かしら、こう、良くするために参加しているという姿を見せることが、やっぱ次の世代、街づくりを引き継ぐというふうな、まあ、一つのアクションになるかなと思って、参加をしているんで、もし、今日会場にいらっしゃる皆様で、インスタグラムをお持ちの方は、ぜひ、サクッと大山をフォローしていただくのと、あとはですね、私も今日息子に司会をやるんだよというふうにして、出かけてきたんですが、今日の様々な知見のお話を家に帰ってじっくり子供に話してあげたいというふうに思ってますので、まあ、ぜひ皆様もお子様がいらっしゃれば、そういうふうに次の世代に引き継ぐための小さなアクションとして、私も今日とてもいい機会をいただいたと思っておりますので、今日はありがとうございました。